はい、本日はボンドレスボヤージュのチタン製飯盒の紹介をしたいと思います。はい、早速中開封していきます。で、専用のこちらのメッシュの袋も入っていて、まあ、こんな感じで2つとも入ります。で、2つっていうとセットでこれなっていて、一応こんな感じでスタッキング可能です。で、こちらの大型の方が 600ml の方ですね。こんな感じで持ち手も広げることができます。で、メモリーも600万のあるので、ここまで入れていただければ 600ml っていう形になります。なので、カップラーメン2杯分くらいはお湯沸かせそうかなっていう感じです。はい、で、こちらが300になりまして、ちゃんとメモリーもありますね。はい、で、外のメモリーもあるので、こちらで計測することが可能です。最近これお気に入りで結構使ってます。で、蓋自体は1個しかないんですけど、上と300の方と600の方、両方兼用で使うことができます。で、他にもこんな感じです。上にかぶせて湯気で温めることもできるんじゃないかなと思っているんですが、ちょっとこれはまだやったことがないです。これがうまくいけば上と下両方同時に温められるんじゃないかなと思うんですが、結構な火力が必要になると思うので、ちょっとアルコール燃料とかだと厳しいかなって思います。なんで、やるとしたらガスストーブとか焚き火とか、そういったところで下からどんどんと蒸発させてっていうところで、蒸すこととか煮ることとか、そういうことできるんじゃないかなと思います。まあ、うまくいけばご飯できるかもしれないですけど、ちょっと時間が全然わかんなくなってしまうので、その辺はそうですね、コツとかがちょっと必要だと思います。で、一応吊るすこともできるので、こんな感じでパーツはついているんですけど、自分は使ったことがないです。はい、ここにありますね。で、計量していくと1個ずつ測ってきます。まず 600ml のサイズが、お、ちょうどジャスト100ですね。 100g、 300が 62g、 蓋が32g ですね。なんで、トータル200くらいですかね。ちょっと一回、もう一回測ります。そうですね、200弱になります。で、蓋の部分は一応、こちらの方で熱くはならないようにはなっているんですが、まあ、ほとんどの部分接しているので、ちょっとまあ、様子を見ながら、こちらの持ち手の部分を持っていただけるとありがたいです。で、だいたいお湯沸かすときは300とかでやるときが多いので、これだけしか持っていかないです。で、中にいろいろパーツも入れることができるので、長いものとか結構入りやすいかなと思います。なんで、ここのところに、まあ、あのダイソーの 40ml のストーブとかだったら入るサイズなので、まあ、特に結構いろんなものをスタッキングしながら持っていけるんじゃないかなと思ってます。今のところ結構これは気に入ってますね。で、ちゃんとチタン製なので、ここちょっとあの風に煽られて焦げてしまったんですけど、まあ、こんな感じでブルーチタンでどんどんと色が変わってきてます。はい、最近気に入ってますね。デザインが好きで、そうですね、最近お気に入りで使ってます。で、肌触りがかなりいいので、こういうスリスリしてるのも好きですね。はい、1個難点はここの持ち手を出す部分がちょっと硬いので、まあ引っかかりがあるかなっていうのがあります。で、最近このちょっと読み方が間違ってたらすみませんなんですけど、あのボンドレスボヤージュっていう多分中国のメーカーなんですけど、まあ結構安価であのチタン製のものを買えるので、ここが結構気に入っています。で、チタマニアっていうところもあるんですけど、そこは確か中国製だったと思うんですけど、あの、まあ、中国製での名、中国で作られたものを日本の会社が販売しているので、日本製みたいな感じで扱われているんですが、一応あれも中国製だったと思うので、まあ、安く買うんだったらその辺がいいかなと思います。はい。で、これ自体も確か6000円しないくらいで買ったんで、まあ、ちょっと気になる方とかは買ってみてはいかがでしょうかっていうところです。はい。
個人的には、まあ、もう少しアルミとかだと安くは買えるんですけど、まあちょっと色が変わってきたりとか、そういった楽しみができてくるので、その辺でっていうのも含んで、はい、この値段で納得して買ってます。はい、で600に関してはラーメン1個が丸々入るので、一人サイズだったら全然問題なく使えると思います。二麺とか多分入らなくていうか、まあ結構ごっちゃごちゃになっちゃうので難しいかなっていう印象です。こちらもやっぱ突っかかりはちょっとあるので、まあその代わり結構持ちやすくなってますね。はい、はい、もし興味があれば購入してみてはいかがでしょうか。はい、短いですが本日の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録と高評価の方お願いいたします。はい。